皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎月前半と後半の距離を超えて行っております、今月分の聖漫画紹介やっていきたいと思います。今回ですね、その前半バージョンということで、今月11月の1日から15日まで発売される聖漫画全部で28作品ですね、こちら一挙に紹介していきたいと思います。で、今回発売される主要な媒体っていうのが、週刊少年ジャンプ、少年ジャンプラス、週刊ヤングマガジン、マガポケという声ですね、特にジャンプ系がもうとんでもないラインナップになっているという、人によってはもうめちゃくちゃお金飛んでいくんじゃないかなっていうぐらいの豪華ラインナップですね。ぜひ最初から最後までご注目の目ご覧いただけます。大変嬉しいです。まあですね、いつもより今回紹介していきます。全部で28作品。こちら、概要欄に全部ですね、購入リンク貼っておきますので、気になった気になったので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ということでですね、まず11月4日発売の作品、全部で20作品ですね、こちらを紹介していきます。ではまず1作品目です。1作品目が、こちらですね。ザ・ファブル・ザ・セカンド・コンタクト5巻というね、週刊ヤングマガジンで連載中の作品ですけどね、ファブルの第2部というとこで、ファブルはね、やっぱめちゃくちゃおもろいっすわ。2部になってもやっぱその面白さ衰えずというか、まあ、伝説の殺し屋ファブルなんかをね、まあ、最初から目に描いていく作品なんですけども、これはマジ一押しでございます。で、4日集め2作品目ことですね。サタノファニ23巻というこれね、サタノファにね、ちょっと、まだね、原作十何話ぐらいでまだ追いつけてないんですけど、ちょっと、どっから追いつこうかなと思ってる作品。これもヤンマガかな、連載中となってます。では、4日発売3作品目、こちらですね。パラレルパラダイス19巻という、これね、やべえ作品です。あんま多く語るとね、私のチャンネルバンサーチ、バンファーじゃないか、広告がつかないかもしれないんでね、これぐらいしようと思いますが、まあ、一回読んでみる価値はあるかなって感じで、僕はヤンマガウェブで最近読んでます。単行本も買ってます。はい、では4日後4作品目こちらですね、ボールルームへようこそというか、これも非常に人気作品という12巻ですね、発売となります。では続いて、5作品目ですね、ブラッククローバー33巻というブラッククローバーね、ついに最終章かなっていうところですけれどもね、まあ、非常にまた盛り上がってくるかなという楽しみでございます。では4日後6作品目こちらですね、青のエクソシスト28巻というこれも非常に人気作品ですが、4日発売となってます。では4日発売7作品目こちらですね、ワンピース104巻ってすでにベストセラー1位になってましたけどもね、ワノ国編いよいよ完結へというこうね、なかなか表紙も激アツでございますが、累計発行部数もついに5億部を突破したぞ。で、映画の興行収入も結局170億を突破して、まだやってるんですかねっていうところで、もうめちゃくちゃね、原作も、まあ、映画効果でさらにもうアニメも漫画もさらに人気にというところですかね。やっぱワンピース凄まじいなというところで、原作も最近ちょっと面白すぎるというところね、今後とも目が離せません。はい、では4日発売8作品目ことですね、夜桜さんちの大作戦15巻という項で、夜桜さんちもね、累計150万部ということで非常に売れてますよね。なかなかね、最近も熱い展開やってますし、ちょっとアニメね、来ないかなというのをひそかに思ってます。これも週刊少年ジャンプ連載中となってますね。では4日発売9作品目ことですね、逃げ上手の若君8巻というか、これちょっと私ね、読むの実はリタイアしてしまったんですけど、掲載順もね、一時期ちょっと怪しいかなと思ったらまた上がってきて、アニメ化の可能性もね、十二分にあるかなと思ってます。はい。では次、4日発売の10作品目はですね、坂本デイズ9巻という子ね、これはアニメ化待ってなしかなというところ、累計部数もね、かなり言ってたかなと思いますけれどもね、210万部とか言ってたかなっていう感じですけどもね、坂本デイズももう、週刊少年ジャンプも看板レベルの掲載順となってますがね、なかなかね、めちゃくちゃ今熱いというか、ね、ちょっとツラメのとこもやってましてね、これやっぱぜひ読んでおくべきかなというところでございます。これ週刊少年ジャンプ連載中となってます。で、4日発売10作品目、これですね。左利きのエレン22巻というこね、ついに、最終巻を間近かなというところで、いよいよクライマックスへというシリーズ累計270万部突破というところで、で、エピローグとかもやってたんで、次回ぐらい最終回になるのかなという感じですけれどもね、左利きのエレンもね、そう、僕も100話ぐらいまで読んでんのかなという、ちょっとこれはね、完結したということもあってね、早く読みたいなというふうに思ってます。で、4日発売12作品目、こちらですね。真面目サキバスヒイラギさん4巻という子はね、最終回になります。いや、これはね、まあ、打ち切りとかでもなく、綺麗に終わったのかなという感じですけど、もっと読んでたかったですね。週刊少年ジャンプでも、少年ジャンプラスで連載中の、最近、ハッピーフィナーレというところでね、まあ、サキバル、真面目なサキバスのヒイラギさんとね、すごい真面目な主人公と、繰り広げるなんかラブコメ、ラブコメなんかな、これはね、作品って感じですけど、面白かったですね。これ、おすすめです。はい。で、4日発売13作品目。怪獣8号、8巻という声ね、怪獣8号もね、まあ、いろいろありますが、まあ、もう原作盛り上がってるかなというところでね、アニメもどこをやるのかまだ発表になってないですけど、その辺も非常に楽しみだなと思ってます。で、4日発売14作品目。そうですね。マリッジ・トキシン2巻という、これ少年ジャンプラス作品ということで、少年ジャンプラスマジ強いですね。本当に面白い作品ばっかり。特にこの水曜日かなんか激戦区なんですよね。チェンソーマン、
マリッチトキシン、株式会社マジルミエ、エクソシスター落とせないとか、なんかもうね、とんでもない熱いそうなんですけれどもね、このマリッチトキシンめちゃくちゃ面白い。ドッグ使いとかがね、主人公は、ね、婚活バトルみたいな感じですね。結構話も斬新なんですけど、非常に面白くてね。おすすめです。14作品目となってます。で、次、4日発売15作品目、こちらですね。株式会社マジルミエ5巻というね、今言ってたやつですね。魔法少女コスプレした最高の上司。なんか、とんでもない書いてありますが。癖強いんですけどね、面白いですよ、これね。次に来る漫画大賞2022ウェブ漫画部門第3位ね、受賞という、こうね、まあ、非常に世間的にも人気出てきてるのかな、というところでございますが、これもね、非常におすすめだなと思ってます。はい。で、次、4日発売16作品目、こちらですね。トタンコギャルは生ラーメン恋9巻という号ね、テレビアニメ化決定しました。おめでとうございます。ちょうどね、この前読むのやめちゃったよ。やばいことになってます。もうジャンプラスのコメント欄が火の海みたいになってて、これも水曜日かな、うん、っていうところなんですけど。なんかね、アニメ化が普通さ、アニメ化って決まったら、おめでとうございますってなるじゃないですか。この席になんでアニメ化すんねん、今かみたいな。なんかさ、アニメがね、その動き出した時期は人気あったのかとか、とんでもなく書かれてましたが、まあ、アニメ化する範囲はね、めっちゃ面白いと思いますんで、そこはやっぱり。うん、まあそういう面ではまあ期待もしたいのかなっていうところでございます。はい。北海道さっきね、まあラブコメさっきの感じですね。で、4日発売17作品目。また北海道かな？北海道かな？うん、そうだね。北海道の作品ですね。主人公が転校とかしてくるね、確かね。うん。で、なんかそのギャルとかにこう、揉まれていくみたいな作品ですね。で、4日発売17作品目。ワンパンマン27巻っていうかね、ワンパンマンもね、熱いですよね、というところね。また新書みたいに入ったんかな、今はね。っていうところでございますけど、アニメも3期、あれ決まったんだっけ？あれ？ワンパンマン、あれなんか3期決まったような気がするな。もう最近もうアニメ化がガンガン決まるからね、3期やっぱ決まってますね、というところね。それも非常に楽しみだなと思ってます。はい。では次、翌朝で18作品目、こちらですね。あやかしトライアングル11巻っていうアニメが1月からかな、いよいよね、近づいてきたかなというところですけどもね。まあアニメも楽しみですし、ジャンプラスに移籍してダークネス感を発揮してますからね。まあ楽しませていただいてるかなというところでございます。で、翌日発売19作品目、そうですね。来ました。ハンターハンター37巻ということでね。ハンターハンターどうですか、読まれてますかね。僕実はね、まあ、ずっと読んでなかったですよ。もう完結しないだろうって言われてたんで、なんかもういろいろね、読んだ方がいいっていう人ともちろんたくさんいらっしゃいますし、これ読まない方がいいと絶対完結しないからっていう声もいただいてたんですね。だから読んだらもう戻ってこれないみたいな話いただいて、でも結構読みました。結構100話ぐらいも読んだかなっていうところなんですけどね。ちょっと追いつくにはまだまだっていうところなんですよね。まあ、読み進めてるところですが。またね、すぐ1週間じゃない、1回分書いたら、まあ、9000なんじゃないかなと。そこはじっくりとね、僕一緒に読んできたし、皆さんも待っていただけたらなと思いますがね。まあ今ね、すでに連載してるというところに素晴らしいことになってますが、37巻発売となってます。では続いて4日発売20作品目、これですね。ウィッチウォッチ8巻というこれも面白いですね。週刊少年ジャンプ連載中ということで、カナタのアストラとかね、スケートダンスの篠原先生の、新作というところですけどもね。俺アニメから厳しいのかな、でも結構僕好きな作品なんでね、そういうのも非常に楽しみ待ってます。はい。これ4日発売ラストというところね。続いて、何日発売だ？ 8 日発売ですね。作品という1作品のみ紹介していきます。それはですね。こちらですね。弱虫ペダル81巻の弱虫ペダルってどこまでやってんのマジで。今アニメ5期だっけやってるところ。凄まじい人気ですかね。8巻で81巻発売となります。では続いて9日発売ですね。作品全部で4作品というところで、1作品目こちらですね。転生貴族鑑定スキルで成り上がる、9巻というこれね、これも面白いっすよね。まあ、やっぱ一番最初の仲間集めの時が一番おもろかったかなって感じもしますけれども、やっぱ非常に感動要素も強いし、アニメ化こういう作品こそねしてほしいなっていうのはすごい思ってます。マガポケでもね一押し、ナロー階段の作品でも一押しの、作品だなと思います。では続いて9日発売2作品目、こちらですね。農民じゃねえ、農金王子庶民になる1巻というこれ、ね、これおもろいっすね。王子、農金の王子がなんか、世間を学んでこいというこうね、庶民っていうかなんか学園とかに入学するんですけど、ぶっ飛んでてめちゃくちゃおもろいですよ、これ。マガポケ連載中となってます。では、次、この活版7作品目はこちらですね。香る花は凛と咲く5巻というこうね、これは素晴らしい。マガポケのラブコメ。まあ、だから今一番熱いラブコメかもしれないっていう作品。結構まあ純愛ものなのかなっていうところですけどもね。これは、ほんとそのラブコメっていうか、そのなんていう、恋愛要素も素晴らしいし、その友情とかめちゃくちゃいい作品でね。そう、カッキャの心の機微とかを描くのはほんとうまい作品で、素晴らしいと思ってます。これはアニメ化もする可能性結構あるんじゃないかなっていう感じですね。それだけの人気出てるかなと思います。はい。
で、今回発売4作品目、こちらですね。いじめるやばいやつというね、すべての要素が含まれたいじやば、17巻発売という。なかなか話の核心部分に触れるところで、まあ、いよいよ最終章って完結も近いのかなと思いますけどね、非常に楽しませていただきます。マガボーイドめっちゃ人気出てるなっていうところでございます。で、この発売以上となりまして、続いて、トーク集まりの作品というか、これ全部で3作品紹介していきます。1作品目こちらですね。青足30巻というところでね、青足もね、非常に楽しみですね。まあ、僕自身、青足は毎回言わせていただいてますが、単行本勢というところなので、うん、そういう面でもね、一応読むんで、今めちゃくちゃまた暑いで、暑いんですけれども、うん、っていうところですけどもね、非常に楽しみだし、アニメに聞いてほしいっすよね、青足に関してね、やっぱりね、っていうの思いますけれどもね、はい。30巻、発売となります。10日発売というところね、単行本やっぱアニメ以降からめっちゃね、さらに売り上げ伸ばしてという、そういう面でも非常に嬉しいなと思ってます。はい、アニメもおすすめです。では、10日発売2作品目こちらですね。あれ、どこ飛んだすいません、もうちょっと、10日発売2作品目が小林さんちのメイドラゴン13巻というところね、メイドラ13巻というところね、これも僕自身単行本で、やっぱアニメね、3期は正直なかなか厳しいかな、難しいかなと思ってますんで、まあ、参考まで追ってこうというところで読んでますけど、非常に面白いですね。またアニメのクオリティやっぱすごいですよね、京アニさんということで、まあね、今知られたって方はぜひ京アニメ、京アニメ一期からね、またご覧いただけたらと思います。はい、では続いて10日発売3作品目ですね。今回のがラストというところで、これが、ゆるキャン14巻というこれね、ゆるキャンなんとアニメ3期決定しました、おめでとうございますというところですかね。アニメ3期の範囲が面白いっていう話も原作勢からいただいてますんで、ね、いろいろと楽しみに、待っていきたいなと思いました。不安も正直あってサブチャンネルでも行ったんですがね、待ちたいなと思ってます。はい、という感じで、今回の動画11月の前半1日から15日目の発売されるおすすめ漫画全部で28作品の紹介以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。冒頭でもね、話しましたけれども、今回紹介した28作品全部概要欄に購入リンクも貼っておきますんで、気になった作品があったらぜひそちらもチェックしてみてください。次回以降もね、引き続き毎月2回、この今月でも声明漫画紹介やっていきますし、まあ、それ以外もね、まあ、漫画系の動画、またアニメ系の動画もガンガンね上げてますんで、ぜひこの機にチャンネル登録、高評価ね、していきますと嬉しいです。まだですね、今回紹介した中でこれは僕は買う予定だとかね、これ一押しだよとかね、これ紹介しないけど今月こういうのもあるぞとかね、ありますぜひね、コメントで押していきます、大変嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。